ピーク神戸巡るという形でスタートからゴールまでね、このような形で巡っていきたいと思います。今回はね、3つ目のねピーク神戸という形でスクワラダムのね、展望台の方に向かっていきます。で今回ね自転車と車で行きますのでね、で今回ね車で、今2つ目のねピーク神戸からスタートしてございます。でね、今日ね天気がコロコロ変わってね、晴れたり曇ったりこんな変な天気になってますね。でここね、大学が横にあるんでね、学生さんたちが多く、通学してますね。で、走りまして、ここをね右へ曲がって、次のね大通りを左へ曲がって、神戸大橋をね渡っていくという、経路で走っていきたいと思います。でね、ここをね走っていきますと神戸大橋に入るんですけども、神戸大橋はね2段式のね、変則的な橋になりましてね、下りが下、上りがねこの、上の方をね走るというような構造になってございます。今度ね、2号のね、国道2号線のバイパスはね今度逆に、下を走るという形になりますね。はい。でね、ちょっとね、かなりねパスしまして、国道にね合流しまして、ここから一番右へ寄りまして、今度ね国道428号線、神戸の人はね通常ね有馬街道って言ってるねところを北上してまいります。でねこのすぐ横は海なんですけどもね、これから、山の方へね向かってまいります。でここね、信号ね、の大きさの割になかなか進まないんですよね。はい。でね、国道428号線有馬街道をねどんどん登ってまいります。でこれね一旦これ左寄ったんですけど、右のね車のねちょっと動きがちょっとね、変だったんで一旦左寄ったんですけど、目の前工事してたんでねまた右へ寄っています。これね工事してますね。よくからね、メルセデス・ベンツがピューンと抜いていきましたけどね、明らかに速度違反ですよね。もうちょっと登っていきましたら、このね右の方にね神戸大学病院が見えてまいります。こちらですね、こちらの右側が神戸大学病院ですね。でこの辺りがね神戸家庭裁判所があるところですね。でさらに行きますと、平野というね、神戸のを開発しました、平野清盛が邸宅を置いた場所がこのね平野とこの辺りでございますね。でここから山の中に入りまして、どんどん山の中を進んでまいります。神戸ってね山から海までがね2キロほどしかないんですよね。かなり狭い平地でございます。でトンネルをくぐりましてね、くねくねと曲がってまいりました。先ほどね上に見えてた道路が三陸バイパスというね、神戸三宮から、静清中央のまでをね結んでる有料道路でございます。さらにねくねくねとね道が曲がってまいりまして、でね、この信号室で、ね、もう一つの信号ねここ左へ曲がったところにね、菊水ゴルフクラブっていうねゴルフの打ちっぱなしと、9ホールのねミニ、コースのあるところがございます。でね、そういうところを通過しながらねくねくねとさらに曲がってまいりましてね、もうね目が回れそうなぐらいねくねくね曲がりますけどね、ここね、結構幹線道路なんでね車の量多いんですね。で、トンネルをね、長いトンネルくぐりまして、次の信号のところね左へ曲がったところが鈴蘭台の駅でございます。でこの鈴蘭台ね昔はねタヌキも、住まないというね極寒の地だったんですけどもね、開発が進みましてこのようにね、道の周りね建物であるとか、お店などがねどんどん、増えてまいっておりますね。でしばらく走るとねまたね、人気のないところにね出てまいりまして、でね次の信号をね右へ曲がると今度はね、六甲山の方をね抜ける道ですね。でそこからどんどんねまた下りになりまして、これからね美濃谷というところに抜けます。で美濃谷はね神戸、新神戸トンネルって言ってね三宮からね美濃谷まで、有料のトンネルがあるんですけども、そこに抜けるところですね。でもう少し行くとね、前々回かな、焼き餅を焼くお地蔵さんという形で焼き餅地蔵っていうのがこの辺りでございますね。はい。でね道はねさらにどんどん下ってまいりまして、もうすぐね今そのねトンネルが見えてまいります。でトンネルをね、
通り過ぎまして、突き当たりの信号をね、この車は右へ曲がるんですけども左へ曲がるとね神戸幸せの村というね、保養施設がありますね。でさらにここ道をね進んでいきまして美濃谷のね、信号を左へ曲がります。こちらがね、国道428号線の正式ルートですね。で先ほどね道を、曲がらずにまっすぐ行くと有馬温泉に行く道になります。一応ね有馬温泉も神戸市なんですよ。あのね太閤秀吉も入ったという温泉ですね。でね、この田舎の道をね、ポツポツと走っていきますと窓ガラスにポツポツとね雨粒がついてきたんですね。雨降ってきたって感じですよね。さっきまでね結構晴れてたのになーっていう感じなんですけどね。はい、でねさっきの、交差点をね右へ曲がるのがあの428号線の、正式の、国道ですね。でここからはね、三木街道っていう、県道になります。ただね三木へのね、幹線道路になるので割とね、車は多いですね。田舎にすればね。はい、でね工事のところね抜けまして次の信号ね左へ曲がると西スズラン台っていうところに抜けるんですね。でね、先ほどね幸せの村っていうところに抜ける道になります。でさらに、走っていくところのね右側にね、池のようなものが見えてくると思うんですけどもこちらがねドントダムでございます。人工のね湖ですね。はい、でね、もうドンドダムが見えてきたということはね、ドンドダムのね、展望台がもうすぐ近くなってきたという感じかなと。でトンネルを過ぎまして、この、ね、橋ね、こちらがね、本市連絡橋ですね。はい。でもう一歩のね、橋を過ぎましたらもうね、駐車場はすぐですね。もうまもなく右折をするというところで、これに右へ曲がりましたら駐車場ですね。でここはね、お金かかりませんのでのんびりね。車止めてゆっくり行きますね。はい。で、ではここからね、自転車を出しましてサイクリングに移ります。今回は20インチの変速なしの折りたたみ自転車で、走っていきたいと思います。ではね、参りましょう。レッツゴー。結構ね、今もう日がね、照ってね、カンカン照りという感じですよね。なんか天気がコロ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 変わるんですよね。先ほどね、車に乗ってたら雨降ってた感じですよね。先にちょっとね自転車乗り慣れてないんでね横の溝に落ちかけましたね。あそこで怪我するとね大変ですよね。さっきまで雨降ってましたけど晴れましたね。いいサイクリング日和になりました。そんなに暑くもなく寒くもなくちょうどいい感じです。こちらがね筑原ダムの周回路になりますね。今回はこの自転車でのんびりゆっくりと回っていきたいと思います。車に乗ってたら分からなかったんですけど道が若干下ってるみたいなんですね。このね下りだったら帰りしんどいぞと思いながらね自転車で走ってましたね。いてって感じですね。なんかあの木のね枝がね垂れ下がってました。気づかずに顔にバチーンってね。今回はサイクリングで本格的ではないんでねヘルメットもかぶってないです。帽子もかぶってないですね。はい、でね、B 神戸の3つ目の、場所ですねに向かっております。筑原ダムのね、展望台に B 神戸の3つ目
ね、モニュメントがあります。でもう少ししましたらね、吊り橋が見えてくると思うんですけども、その吊り橋のね当たったところに B 神戸の、モニュメントがありますので、どんぐりがようけ落ちてるな。はい、でね、目の前に見えてきた橋が、あれが阪神高速の、橋ですね。あの向こう側に吊り橋がもう一個かかってます。ちょっとね、吊り橋の支柱がちょっと今ね若干見えてるんですけども、はい、ここでね訂正が入ります。阪神高速道路ではなくてね、本市連絡橋でしたね。山陽道と明石大橋を結んでる橋でございます。はい、ここねダム湖になってましてね、はい、こんな感じね。で反対側もねちょっとダム湖になってますね。ここね、変速付きのね、スポーツサイクルだったらねこうかなり楽なんですけどね、変速なしの折りたたみで小径自転車なんで、ちょっとねしんどいかなっていう感じですね。でね、風が結構きついんですけども、風はね横から吹いてるんで自転車の走行にはあんまり影響はなかったですね。風がねきついですね。結構ね風の音してますでしょ。左のね、柵のところにね自転車のマークねちょくちょくあると思うんですけど、ね、この辺がね神戸らしいおしゃれな感じですよね。左側ね、吊り橋ね見えてまいりましたね。吊り橋というか社長橋ですね。はい、こちらで渡っていきます。ここはもう道なりですね。中にはね、人工の湖になってますね。はい、少しね、B 神戸のモニュメント、若干右下にね、見えてきてはいるんですけども。の位置がちょっとね、目線より低いんで、カメラではちょっとね B 神戸見にくいですよね。はい、もうすぐね、展望台の方に入ります。はい、こちらですね。はい、こちらがね、3つ目の B 神戸になりますね。私のね、オープニングの、画面にもね出てまいります B 神戸ですね。はい、橋とねこの B 神戸が結構いい感じですよね、山と湖と B 神戸ね、最高でしょこの景色ね。ただ結構こうね、ここまで大変なんですよね、来るのがね。はい、B 神戸で木目でね、木目と湖と青い空という感じね。で、この B 神戸のね、下にね、岩に、
切れ目があるんですけど、ここにね自転車のタイヤをはめて記念撮影をするというねところでございますね。先ほど、挨拶をした外国人の方だったんでね、話分かったのかなという感じだったんですけど、途中でね、普通にね、お話できました。で、これからね、自転車でこの周回路をね、サイクリング道をまたね走っていきたいと思うんですけども、ここまで結構時間経ってるんで、その模様はね、また次回ねお送りしていきたいと思います。で、ここのね、展望台まだね割とね面白いモニュメントとかいろんなものありますんで、そのあたりをまた見ていきたいです。で、目の前ね見えてまいりました、茶色の人みたいなものね、あちらがね鉄の一輪車のモニュメントですね。その横に、関で自転車道っていうね案内図があるんですけどね、これ全部走るとね50キロ近くあるんでね、この辺りはもう行かないですね。はい。で、ここからね自転車道また走っていくんですけども、その模様は次回ねまたお送りしたいと思います。はい、今回ねかなり長かったですけども、ありがとうございました。またね何かありましたらコメント欄に、お知らせをくださいませ。ありがとうございました。さようなら。